皆さんなんかあんまり知らない声がちょっとこう、うん、で少しこういうふうに横に流して、うんうん、はい、ちょっと顔映んないです、はい、こういうふうに前髪を乗せますよね、うん、はい、でこれで重さが出てたらもうちょっと、うん、なんかほらちょっとっぽくなった感じで、はい、で後ろ前に足切ったのでだいぶちょっと聖子ちゃんカットになるんですね。ほんと長さがあったらほんと完全にできるんですけどね。でデジコアパーマ次回かけていただいたら、うん、バッチリです。デジコマね、デジコアですね。デジコア、はい、そういうのを探して予約したりとか。そうですね、それと一緒に、はい、別々でもいいのか、あの髪の毛染めるの、染めるのは別の日でもいいですし、一緒でもあるの、一緒でも、はい、はい、もし別が余裕が、日にちになんか余裕があるんでしたら別の日でもいいですし、カラーとか、はい、全然それは大丈夫だと思います。でもちょっと近くなりました、うん、大丈夫ですか、うん、よかった。ただ自分でできるかどうかは分からない。ああ、まあブルーちょっとですね、うん、まあ、パーマコフィにかけちゃえば大丈夫、うんうんうん、今日かけてないんであれですけど、そうですね、はい、そうですね、うん、はい